今回はソニーの HDR-GW66V の開封動画というほど大げさでもないんですけれども、まあ、箱開けですね、それの動画になります。箱の大きさはね、一昔前の携帯電話くらいの大きさ、非常にコンパクトで、まあ、中身もコンパクトなんですがね、保証書、そしてソニーいつも製品登録の勧め、そしてこちらは防水機能がついてますので注意点、そしてこちらは取扱説明書になります。中に入っているのはですね、 AC アダプターですね。これ差し込み口が可動式になります。そして HDMI ケーブル、あ、変なとこ刺そうとしてます、間違ってますね、そこじゃないって感じですね。ステリストストラップ、これもね、一昔前の携帯によくついてましたよね。で、USB ケーブル、マイクロ USB ケーブル。そしてこちらがバッテリーですね。1240mAh になります。NP-の BX1 という仕様なんですけれども、これは専用なんですかね。他のデジカメと共用なんでしょうか。そしてこちらが本体。私は白を買いました。このね、点々点ってなってるのは、これは内蔵マイクになります。で、後ろにはズームと録画ボタン、正面にもですね、録画ボタンがあります。そしてね、この横のこの部分をですね、開けるとですね、ここの中がバッテリー、そして各種ケーブル、そしてマイクロ SD カードのスロットになります。この部分を開けて全部、接続するようになってます。でね、大きさはね、ほとんどね、以前紹介した i モードのパナソニックの携帯電話、あれとほぼ同じ大きさですね。32.5×108.5×70mm。ほんとコンパクトですよね。一昔前のガラケーとほぼ同じ大きさになります。重量は 215g ですね。これからね、充電して、次は使用レポートをお届けしたいと思います。ありがとうございました。